はい、皆さんこんにちは。今回のチュートリアルはですね、今流行っているコロナウイルスをエレメント 3D で作ってみるというチュートリアルです。完成したのはこんな感じになります。なんか画像で検索したら丸になんかこうつぶつぶしたものがくっついてたので、こんな感じで作ってみました。では始めていきたいと思います。神経コンポジションを開いていきます。名前をじゃあウイルスとしておきます。で、デュレーションは10秒にしておきます。で、コントロール Y で平面レイヤー作っていきます。1920の1080でいきます。で、ですね、次に、エフェクト&プリセットのエレメント 3D を適用していきます。で、シーンセットアップを押して、で、ここでオブジェクトをどんどん作っていくんですけれども、まずですね、クリエイトを押します。で、そうすると、どんなものが作るかっていうのを一覧が出てくるので、今回はまず筒から作っていくので、筒を、クリックします。で、なぜ筒を使うかと言いますと、ですね、先ほどお見せしたこちらですね、このウイルスを一応なんか Google 画像検索で検索したところ、なんか丸いものが棒に刺さっていて、さらにそれがこの本体の球体にいくつも無数にぶっ刺さってるような感じだったので、今回この形で作っていこうと思います。で、もう一度エフェクトコントロールから新セットアップに入っていただいて、大きさとかを調節していきたいと思います。ハイトが、ですね、こっちが 0.4 にします。で、ラディアス半径ですね、こちらを 0.03 にします。そうすると細長い感じになりました。で、もう一度クリエイトで、9を、選択します。で、そしたらですね、こちらはスケールを15にします。で、Y 軸が縦なので、 Y 軸をちょっと上に持ってきて、このような感じにします。こんな感じですね。で、とりあえず OK を押します。で、今反映されている状態です。で、これをですね、増やしたりしていきたいんですけれども、まずはグループ1を開いていただきます。で、グループの中の、パーティクルリプリケーター、これを開いていただいて、パーティクルカウントを、100にします。で、そうすると今100個同じコピーがある状態なんですけれども、同じ場所にあるので今1個しか見えてません。で、そしてパーティクルルックの中のですね、こちらを押していただいて、で、パーティクルローテーション、こちらを、タブクリックします。そうすると、いろんな軸で回転できるようにいっぱい出てくるので、こちらのローテーションランダムっていうところの度数をですね、違いますね、こちらを1回転ということにします。で、そうすると、全てがどんどん100個の先ほど作ったものがですね、ランダムにローテーションして、このような球のような状態になりました。で、もう一度新セットアップに行って、これをこの、今だと詰まっちゃってる状態なので、もう少し範囲を広げていきたいと思います。新セットアップに行って、この Y 軸をですね、上に、2つ設定し、選択した状態で上に持ち上げます。このくらいかな。で、 OK を押すと今こんな感じになりました。なんか気持ち悪いですけど、で、そしたらですね、また、新セットアップに入っていただいて、またクリエイトの9ですね、こちらを選んでいただいて、で、次にですね、スケールを少し大きくします。このくらいにします。
245にしました。で、OK を押していただくと、先ほどの冒頭でお伝えしたような感じの形に今作ることができました。で、その後ですね、コントロール Y でもう一度平面を作ります。で、これは、フラクタルノイズを、適用するためのものなので、フラクタル、ノイズとします。Z だったっけ？ S ですよね。よし。で、フラクタルノイズをこちらに適用します。で、適用したら、ですね、こちらをダイナミックにします。で、ここがスプラインにします。で、そうするとこんな感じになるので、次に色をつけていきます。私の場合はティントなんですけれども、皆さんの場合もしかしたら色合いになってるかもしれません。で、こちらの色をですね、ちょっと調節していきたいんですけれども、そうですね、さっきは緑っぽくしたので、今回は紫っぽくしようと思います。で、こんな感じで、こんくらいにしておきます。でですね、とりあえずプリコンポーズしておきます。で、非表示にします。でですね、このレイヤーの中にエフェクトがある状態だと、こちらのあの素材に、テキスチャーを、マッピングできないので、もう一度プリコンポーズします。プリコンポーズで下の方にチェックを入れておきます。で、 OK を押して、で、先ほどの平面の方に戻っていただいて、新セットアップに入っていただきます。で、するとですね、このような画面になるので、この中のですね、タブを開いていただき、デフォルトというのがあるので、こちらをクリックしていただきます。そしたらですね、こっちの下のパネルの中にテクスチャーズっていうのがあって、そしてディフューズがあります。で、ここの、ノーンセットになっているところをクリックしていただいて、もう一度タブを開いていただくと、カスタムレイヤー1の中に先ほど反映したフラクタルノイズが今入っているので、こちらをクリックします。で、OK を押して、今このような状態になりました。で、一括で全て、本当は3つともやりたいんですけれども、ちょっと私やり方がを知らなくて、ないのかは私がわからないのかよくわからないんですけれども、もし知ってる方いたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。で、続きですね、まず2つ目のやつも同じように、設定していきます。はい、すべて終わりました。で、OK で閉じます。で、今このような感じになってるので、ちょっと気持ち悪いですけれども。でですね、この後、ちょっとローテーションとかをつけていきたいと思います。先ほどのパーティクルリプリケーターの、ローテーションですね、こちらを開いていただいて、数値をちょっといじってみるとこのようになります。ですので、オルトキーを押しながらストップウォッチを押します。で、エクスプレッションが出てくるので、こちらに、ウィグルを入れていきたいと思います。ウィグルの、ですね、じゃあ、そうですね、1カンマ50くらいにしときます。で、すると、今このような感じになってます。なので、こちらをコピーしていただいて、で、もう一度 Y の方に行きます。で、オルトを押しながら、ストップウォッチもう一度押します。で、こちらにペーストします。で、今このような感じになりました。
ちょっと早いですね。なのでやっぱり 0.5 にします。こんな感じですね。で最後の Z 軸ですね、こちらも、オルトキーを押していただくんですけれども、今回はじゃあゆっくりぐるぐる回る感じにしたいと思うので、タイムかける、そうですね、20ぐらいにしておきます。すると、ウィグルを適用しながらぐるぐる回っているような形になります。でそしたらですね、今背景黒になってるんですけれども、ここに何か動画を入れていきたいと思います。私の場合はさっき、使ったですね動画をもう一度使いたいと思います。で、こちらをですね、そうですね、プリコンポーズします。じゃあウイルスアニメーションとします。で、このウイルスの方をですね S を押してスケールを出します。でちょっとちっちゃくして、で適当な位置に置いていきます。でコントロール D でいくつか複製して、どんどん発生させていきます。でですね、同じ大きさだとちょっとあれなので、もう一度スケールで、今23になってるんですけれども、一つは15で、もう一つはじゃあ30くらいにしておこうと思います。で今こんな感じになりました。で、またですね、ポジションのところにちょっとウィグルを付け足そうと思います。すべて P で、ポジションを開きます。で、オルトキーを押しながらストップウォッチをします。で、ウィグルの、そうですね、1カンマ100くらいにしましょうか。そうすると今これが動いてる状態ですね。なのでコピーします。でもう一度、別のポジションをオルト押しながら、速打ちをしてペーストをどんどん繰り返していきます。こんな感じですかね。で完成がこんな感じになりました。はい、このチュートリアルは以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったよという方はいいねボタンをお願いします。また右上の、チャンネルボタンの方からチャンネル登録お願いいたします。SNS はですね、説明欄のリンクにも貼ってありますが、こちらに表示してある ID からも、飛ぶことができますので、もしよろしければお願いいたします。ありがとうございました。